それではご覧くださいそれこそさっき言ったその日本のその新聞の特殊性があってねまあ読売新聞が1,000万部で世界一って言ってるけど、はい、そもそも全国紙ってそんなにないわけその世界各国に。<laughs> まあイギリスにあってアメリカもニュ「USDAYTODAY」とか「ウォール・ストリート・ジャーナル」とかはあるけれども、うん、日本のやっぱりその全国紙っていうのはちょっと諸外国とはえ違って基本は地方紙なんだよどこの国も。 だって、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、なんだかんだって言って。で、日本の、だから、多分発行部数トップ 10, 10って、政教新聞を除いて、えー、インドと中国と日本しかないんだよ。だトップ10にはこの444。人口が大きい中国とインドでしょしかもなんか共産国家みたいな。<ー>まあ、インドは違うんだけど。はい、で、日本はそこに宅配制度っていうね、<ー>こう、特殊なさっき言った押し紙がここに絡んでくるんだけど、 アメリカにも宅配はあるんだよ。だけど、もう庭にボーンとかって。基本なんか映画とかで描かんスタンドいっぱい映ってるじゃない。あ,ね、あの、日韓現代とかみたいな、タ、はい、ブライドみたいなものやってる。新聞ってあんまり、その、大衆誌として、その週刊誌的な位置づけであって、えー、日本みたいな新聞ってないんだよ、基本。あとは専門誌なんだよ、その、 今言ったワシントンポストとか、はい、もうどっちかっていうもいある。で、宅配制度、家のところまで配達してくれて、しかもなんなら団地とかマンションなんて昔は別に行けたから5階までこうやってやってくれて、そう,ね、そういうもので成り立ってきていてで、しかも販売店はその時めちゃくちゃ儲かってたんだよ。<ー>実は。そのおしがみはそのうちだん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 問題になるんだけど。はい、よくほら、まあね、僕らの この,この人たちは知らないと思うけど、コンコンで来てさ、新聞いりませんかって来て、勧誘来て、はい、あのこ、この遊園地のチケットとか、はい、とか東京ドームのチケットとか。洗剤とか。はい、めっちゃやってたじゃん。はい、あれも、あの、法律でダメになってくるんだけど。ええええ、で、それを、その、折り込みチラシって、あ,はい、あれが販売店の収入の半分ぐらいなのね。 地元のスーパーとか、えー、いろんなところから結構折り込みチラシを見る人はまだいて、やっぱり年配が特にど,、はい、どんどんどん多くなってきて、それが、まあ、お、押しがみで、彼らもその部数をそのスーパーとかそこからもらってるから、<ー>結構、 最初は自分たちもウウハハだっかねそうだねそっちの方がナショナル広告あの全国広告打つような連中はプロだから広告もあああの広告の人たちプロだから分かっちゃいるけれどもああその地元地元で折り込みチラシしてくださいなんていう人間は多分そこまでリテラシー高くないから本当にいやこの販売店に頼んだら3,000部ってくれるんだって思っちゃうかもしれないね。うん で、それが、まあ、やっぱり新聞の行動が減ってきて、販売店も押し紙で苦しくなって、20年2000、20年ね、初めとかに、もう訴訟とかが起きるようになったわけ。<ー>で、 その、それまではみんな暗黙の了解、みんな知っていたけれども、えー、で、参議院とかでも取り上げられるとか、いうふうになってきて、で、公取も、そ、そこはもう無視できないで、公取からもきちんとその指導とかが入るようになって、新聞社も、さてどうしよう、困った困った、お前らだって儲けたくせえみたいな感じで、<laughs> その、販売店の方も苦しくなってきたし。で、しかも新聞配達する人なんかもういないでしょう、えーあ。そうですね。っていう、このビジネスモデルが崩壊してる。だから日本の宅配とかだからその1000万部とかっていうのは、すごいこう、 世界各国で言って得意性がすごくあって、それでね、ちょっと話ポンってずれるんだけど、この人たち軽減税率で2%の税率を軽減されてるでしょこれをすごいこうね、欧米各国はそうなんだぐらいなことを言ってるけど、そもそも違うから。そもそも欧米っていうのはそういう地方の文化芸術とかを守るために新聞は軽減税率で守りましょうっていう、あの、スタイルなんだよ。 だから同じ新聞じゃないじゃんお前ら文化芸術地方関係ないじゃんじゃあせめて地方紙だけにせいやと、うん、あれはもう宣教新聞と読売新聞の鍋綱さんがもうとにかく、あのー、認めろみたいにして、えー、そこに関しては何も言わないがたかだか2%ぐらい払えよ、うん、と俺は思うけどねちょっとごめんあの余談、えー、余談だったけどさっきのねほ本当世界的にはその新聞ってのは基本的にもう地域紙日本でいう県紙のレベルでさえなくて。 もうコミュニティー史に近いいところも多いねだからアメリカの田舎の新聞なんて見ると結構ね昔は今知らないけどね昔私が知った頃は結構の熱いのよね日曜版なんて50ページぐらいあるんだけれども書いてあることって、えっと「ジャックとベティが結婚しました」とかね「あそこの,あのロバート・スミスおじいちゃんが98歳で大往生を遂げました」みたいなね、えー、そんなもだから地元の広告もそういった広告が入るし、うん、そんなもんだったのよまあ。 昔のねねは、えー、今どどううか知らなないけど、ね、そうなんだよいやだからね、まあ、さっきの話戻るけどアメリカまあアメリカは分かりやすいからアメリカは特にだけどその記者クラブとかあっても、はい、その通信社共,共同通信 <laughs> ロイターとかがバッてやってそれを独自にみんな取材して <laughs> <で>そこから取材するとかすかそ,そうそうそうそれでその各、まあ、どっちかというと個人主義な国だから、はい、署名記事で誰々の記事みたいな。<laughs> の方があこの人は信頼できるとかこの人は、えーやまあ、ピュリッチャー賞とか、まあ、個人が取ったりするんですよ、はい、で日本ってまあようやく毎日新聞がそういうことでこ署名記事とかをしたけど基本匿名性でやるっていうスタイルだったんでなんか信頼できないどっから来たのってで最終的にはメモ合わせって言ってその記者クラブの中でみんなでこう<ー>メモ取り合って同じ内容でっていうことですねそう でしかも昔はね、まあ、これがいいかどうかわかんないけど政治だったらねバ、はい、ン記者があこういてでしかも総理番ってねやっぱりそれぞれそこそここう、はい、もうあのベテランがなってたの今もう若い記者でとにかくだから総理が行く時にダダダダダダってみんなくっついてって、はい、なんかやるじゃん、ええ、だったら一人が代表していってさみんなでこうやって回し合いみたいな <laughs> 取れないもん女徳田でなんか、はい、何やってんだろうこの人。 俺もね、安倍総理の時とか官邸行くじゃない。そうすると、ただただって寄ってきても,<え>もみんなで飯ばーとか出してきて、俺も政権伝論をこうやって宣伝してもらえると思うからさ、<laughs> こっちは、この、ここは癖にしちいやいや、僕はこういうもんだよね、みたいなこと言うけど、いや、お前ら代表していこいよ、めんどくせえな、とかって思うもん。で、それが、また、昔はね、はい、これも、委託になるか、あれだけど、さっき、この収録前に話した、ま、 勝力松太郎さん、ね。正力松太郎さん。はい。あのえ、読売新聞を買い取って、あの人が、まあ、立て直して、あの人はもう商業主義だから、読売新聞を、それ、今までのその、えー、どっちかというと大衆紙にしようと言って、その、もう営業で、こう、なんとか、まあ、それだからと、あの、ちょ巨人戦の事件とかだったり、あ,<ー>あの人が日米野球を招聘したりして、だから勝力松太郎、ね。ああ、そう、そっち野球の方ですかあの人は、ね、<laughs> 本当はね、あのー、自民党の総裁になりたかったんだよ。え、そうなんですかそう,そうそう。 も、もともとあの人は戦犯で捕まって、その獄中に入って、<ー>ま、それを、あの、釈放されるんだけれども、うん、まあ、それがあって、結局、政治、ダメなんだけどね。で、その、ケカである鍋ベツさんを政治部の記者として、王の万目とか中曽根版にして、そっから、えー、彼、入り込んでいく。もう一方だから、宇治栄三一郎ね。へえで、あの人は、さっき言わなかったけど、はい、えっと、そもそもアメリカの公文書で、アメリカのし、あの、スパイだったって。 そうなんですか、うん、要はだからその情報を全部アメリカに流してただから許されたんだよ。えそれはアメリカの公文書出てるからだって事実やから、まあ、読売料をね1,000万部近くまで持ち上げたのはやっぱりあそこに出てくるタイさんだね無さん販売の神様って言われてるよね、はい、その後小林与三次さんで鍋常さん<ー>鍋常さんでしょであと あのあれ岸田の親父さんでしょ？はいはい、岸田なんだって人の名前とあとえー、っとあれがあの堤政次さん、この三人が同級生だったの東大でで<と>その中であの岸田首相の親父さんは共産党入らなかったけどもナベツネさんと堤誠二は共産党に入って東大の中のオルグでだか,だからその時にあの強権的なこの 支配のし仕方っていうのを組織論を学んでんだよね。まあ途中で共産党自身にはなんかあの見切りをつけて、うん、あの頭がいいから共産主義なんかし、そのね、ウィンストンチャーチの言葉で20代で、えー、共産主義者じゃないのは、あなんだっけ、情熱がないだったっけ。で、40代で共産主義者なのは,は,は頭がないっていうね、知性がないっていうのがあったけれども、うん まあ、彼らは40年になる前にもう在学中にこれはダメだっつってしたんだけどやっぱり共産党の組織支配術っていうのもあるんだだからあの今のは C さんだってそうでしょあ<ー>ねあのあれで民主主義って言ってるわけだから党首選もせずに何十年やっててだ,だから、ね、鍋常さんもそうだしねうんまあ本当だあのぐらいの年代の人基本共産党だったよね どっちかて言たあの時。まあ、やっぱり戦後の、あれがあるんだと思うけどね、<ー>その戦前の。ののだって、新坊さんの出身母体の富士三景グループね、はい、三景しんあ、富士三景グループ作ったなみえっ、ー、と、水野茂雄じゃん。わ、はい、かる在会してんのと言われたあの人って、今、五大師で言ったら、まあ、五大師って三景を言うかどうかわかんないけど、うん、五大師で言ったら三景で一番右寄りじゃん、はい、その、だけど、そもそも水野茂雄さんって、うん、そもそも共産党員で、 初代赤旗の編集長だもんね。えー、そうなんですか。<laughs> そうだよ。初代赤旗の編集長が産経新聞だよ。<laughs> びっくりするでしょ。何がそこには起こってるんだって感じですけど、うん。だからまあ、基本、そのエリートって言われた人たちは共産主義者が多くって、うん俺、俺も水野茂雄さん、あ、そうだったのそういえば赤旗のし、もう初代編集長、今そういや、産経新聞立て直し、<laughs> そっちかよ。で、それでフジテレビを作り、はい、えぇ、ー、ね、その財界してのと言われて、だから財界がそ,その後しかないさん。 ね、当時の流行だったのよ、まあ。戦前の社会主義運動は全部弾圧されてきてたし<ー>ましては戦争中なんてそんな社会主義どころの話じゃないけど戦後あの一応自由になって思想信,あの思想信条の自由でそういう中で押さえつけられていた共産主義勢力社会主義勢力特に共産党があの戦後のね冷戦の中の,あのソ連の援助も得て、うん、なった時にバーッとこう広げようとした時に。 まあ流行だよねなんからその後みんな成功してるのって結局目端抜きいた人たちで <laughs> 今流行だからってパッと食らいついてあと思ったらまた次行ってっつってねだから、あのー、まあなんか流行しそうなおいしそうなものにすぐ食らいつく、あのー、なまあなんていうのかなあのこうああ瞬発力のある人ですあ瞬発力ね。うんうん だから、なんだろうな、その、社会の木卓とか言ってるけど、はい、いや、全然そんなことなくねっていうふうには思ってる。<laughs> まあ、だからその事実を取るとかっていうことに、はいはい、事実の列だけだったら、まあ、それは別にネットとかで、新聞記事拾うぐらいで、うもうその社説とか何とかなんとかんとか、うん、何偉そうにとかって思,思っちゃうそうかーう。で、全然話があるけど、小川さんに聞かれて、はい とか、結構聞かれるのが、朝日新聞はなんで左なのかみたいな。あそうですね。その各市の,その特色というか、色というか。それはまそいい、まあ、その、一概に、まあ、朝日で言うと、もともとはそれこそだって、極日記がね、でしょ <laughs>、はい、まあ、そもそも、あの、大阪朝日から制して、朝日新聞って言って、そもそも軍国主義だった時には、結構、 あ、ま、政府軍の、ま、検閲え国家総動員法があって、とにかく、あのーま、戦争賛成。戦争で大体、新聞って潤うって言われているので、昔はね。はい。そういうふうになっていたんだけれども、あのー、権力に対してえ、言語せざるを得なかった。まあ、各,各新聞がね。それがその GHQ が入ってきて、えー、内閣情報局が、 あの今まで検閲をしていたんだけれどもそれを自由になったというふうに、えーまあ、勘違いとまではないけれどもそれで確か、えー、GHQ に対して多少批判的な記事を書くようになったんですよ、はい、朝日新聞うん、うん、でけ結果、えー、占領軍が、まあ、占領軍があの検閲をそのし出すんだけどうん、うん、お朝日新聞の社長以下幹部は全て追放されて、えー、ガラッと変わる その辺りからずっっとと左にになったというふうふ言われているまあそれはちょっとあの解説しどことこえっともともと私あれだから全部新聞社のカルテは全部歴史からなりから全部大王聖書をこう作って持ってたんでん、ね、朝日で言うとあの村山家と上野家が、ねうん、あの両方で持ってたからあれ見てもねあの 1, あの1年ごとぐらいに交代してやってるでしょ<ー>初期の頃は。そうあ,のあの人ってオーナーだから 株主なんで2人で人、えー、要するに合同して作ったからその時のそれぞれのオーナーが上野家と村山家で戦後あの村山家の方がなんだかんだであの実権握っちゃったんだけれどもあれできて村山あの竜兵さんの右側の竜兵さんのその下の村山長尾さんと呼ぶんだけど長長,長って書いてあれがあの,あの人が結構独裁的っていうか先制君主だったんだよね。 でそれでその編集の方が反発してあのミドロさんがまあ一種のクーデターみたいな形でえまあ株はね村山家持ってるけれども結局人事あの村山長尾さんを追い出しちゃって人事権はずっともう勝手にその自分たちがやっていたという中であのねでもね現場はね左寄りなんだけれどもあの俺あの中で言うと一流さんから。 統一,一郎さんからの、はい、あの私お付き合いあってうちの親父、まあ、とかが社長で年に1回か2回挨拶して夜宴会して昔は2時間待ったりしたから俺あの人百1984年から89年社長でしょ、はいえー、だから俺入社したのが8十年。 大学入ったまあその後会長もやったのが一流さんまあそれで俺なんだっけ二次会のカラオケ担当で一流さんカラオケ大好きでね、えー、お前なんかあの,あの一緒にこうなんか一曲ずつ代わりに歌ったりとかねしてその後ね松下さん中江さんとあんまりなかったけどなんかそうか中江さんが社長で一流さん会長の頃だったかなあと,あと松下さん以下ずっとね箱島さんにはお世話になったし秋山さんもすごい紳士だし、うん、木村さん以降はちょっと俺知らないけれども。 あの役員はみんなジェントルマンなのよ、えーうん、知的だしあのそんな偉そうにもしないし現場のね、まあ、その例のマスコミの大好きなほらあの出版社も行くじゃん経営と編集の分離とか言ってけの分かんないね、えー、あの外の人間から言ったら何好きかのに勝手なこと言ってんのっていう話なんだけれどもそれはでも本当そうよ、うん、基本あの編集とだから営業は。 こう、基本、まあまあこっちのね、だっ忖度で、動いたらもうこっちは動かないんで。だから俺は、その自分も含めてだけど、間違った正義感って言うんだけどね。自分は正しいと思ってるんですよ。俺も。まあ、そりゃそうじゃん。別に事実が違うだけど、そうそう。でもまあいろんな意見があってもいいでしょって押し付けるか押し付けないかの話だから、あの、そういう意味において、だん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 本当に、そっちよりそっちよりになるよね。まあ東京新聞はもう、あの、 1967年に倒産して中日新聞に変われちゃったから左なんだよ。そうなんですあれはねあの中部戦争っていってあの中,日中日新聞あの中部地区でね、はい、愛,知愛知を中心として中部地区で強いわけだけれどもそこに読売が殴り込みをかけてねあの中部戦争ってあったんで中部読売戦争。読売ってまあどちらかとというと 体制寄りの右寄りのの右中身ですよそう,そ,うそれに対抗するためにはねやっぱり中日もね左に行かざるを得ない<ー>割と日本地方紙ね左寄りが多いのは地方<ー>紙って結構オーナー家残ってるとこ車種家に残ってるとこ多いのよ<ー>なのに記事はねあの左っぽいのは読売との対抗なんだよね、えー、読売が右だからどうしても左書か,かざるを得ないっていうそういうところがあるんだけどもまあそれで、ね、親会社の中日が記事はねすごく 左寄りの記事書くもんだから当然東京新聞その子会社である東京新聞もあのそしたらそのうちなんかも、ね、もう子会社の方がより先鋭化しちゃって、うん、<laughs> あのみたいなのがねだってこの間もね <laughs> のあの会見であれジャニーズもそうだったし、はい、あの官房長官とのあれでもなんかぜ全体の時間の7割、はい、演説してたっていう話じゃないの。うん、まあだから中日新聞のある愛知県は、うん まあいまだに民主党とか強いし、でどっちかというと左寄りだしね。<ー>まあその剣士が影響しているのかどうか、基本大体一緒だよね。沖縄タイムス、沖縄はまあ左だしい。っていう<ー>な,なっている。で、朝日新聞は左。まあこうやって分ければね、朝毎日朝日、はいまあ。東京は別に全国紙かどうかは別に<ー>東,東京がこうってあって、だんだん寄ってきて、日経、えー、読売、 三右と左に分だから結構ねあの大新聞でもまあ嫁にみたいなところはあれだけどまあ鍋恒さんだってあの政治部だけれども結局社長になる人って政治部が多いんだよ、ね、<ー>なんでだから、ね、左に書くの社会部だから<ー>、ね、政治部でもやっぱりそのなんだっけあの大物政治家だとか、はい、それこそ総理番やったよ経験若い頃にやったことがあるような経験の人間だから。 社長自身はね、決してそんなに左でもないのよ。自民のあの、政治家とズブズブだったわけだから。うん、でも、うん、ま、社会部だとか、あの、まあ、政治部の中でもだから朝日なんか、まあ、朝日に限らず、あそこは左寄りだな。 はい、でみんなそこに入社してくれるやつも左寄りだってね、うん、産経的な思想を持った人間がよっぽどね <laughs> あの、まあのまぬけじゃなかったらね朝日新聞って <laughs> え嘘こんな左の記事だったんだ入ってみてわかるんだそんなことないわけで,で、ね、左寄りのところには左寄りが集まるしあの産経にねあの毎日行きたいようなやつが行くわけないし、はい、でだん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 そこでもどん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 固まっていっちゃうわけよ。より沖縄の西だってね今出たけど日本でね一軒に西あるとこって少なくってざっと今覚えてるのは、まあ、沖縄。 えとあと福島ぐらいので沖縄ももともと琉球新報一紙だったんだけど戦後あまりにも琉球新報が左寄りだっていうんで地元の財界が出資して作ったのが「あの沖縄タイムスで沖縄タイムスさんにもね随分お世話になったしねあのうちがメインだったからあの他の新聞社年にあのあれ1回ぐらいのところ沖縄には2回ぐらい行ってたけどね、えー、あまあ,あの挨拶につって。 でも、ね、トップの人はそんなこともないんだけどもあのー、やっぱりで本来右のその左の琉球新報に対抗するために作ったのにもう今に両方同じだな、ね、<laughs> あの書いてることは結局中にどん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 もうそういうのが入り込んでくるわけよ意図を持った連中がうん。そもそも1940年その軍とかの統制があって、はい、1,000以上あった新聞があの一件一紙っていうふうにあの政府に あの、決められてしまって、だから今一件一致なのよ。<ー>そ、それ、それが今の体制になってるんで。それまでは1000以上あったの、ね、そうなんですか。え、それはその GHQ から言われたってことですかうん、1940年だからまあ、戦争。あ、まあまね、統制をしようと思って、まあ当時テレビなんかないから、その紙でね、その国民を統制しなきゃいけないって言って、<ー>えー、で、当時55になったのかな。<ー>東京とかその、よ読売とか、朝日とか全国社抜いておいて、全国者なんで、一件一致だった。 結構日本はねいろいろねみんなあの知らなかったり気が付いてなかったりするんだけどもそ,のそういったあのあの戦前の軍国主義の時の影響をずっと残ってるんだよね今の新聞社の問題もそうだし、はい、地銀もそうね全部<ー>基本的にいろいろ戦時経済の影響を受けてるわけ、まあ、言論統制の意義もあるしあと、えー、銀行にしたって何にしたってまとめてそのいわゆる効率を高めないと。 国力を全部あの、ね、戦いに持っていかなきゃいけないわけだからあの1つで済むもの2つあったらそれだけ、ねね、非効率だ競争しちゃうからだから銀行が大体第一地銀第二地銀って言われたけども第一地銀はもともと地元にあった地銀を集めたし第二地銀ってのはもともと相互銀行だからまあちょっと違うのよだから第一と第二って言い方するけどとにかくその第一一個第二一個っていう感じで統制されたし。 まあもっと言ったらだってほら丸坊主そう朝日の大好きなねほら高校野球でもこの間慶応は挑発で勝ってたけど丸坊主だってあれ軍,軍隊からの流れだからねあそうなんですねそう,だもうそういったねなんだっけアイロニーなんかねなんかあの皮肉っていうか朝日あれだけねなんか平和平和って言ってるけどお前が主催してるものはお前そのままま軍事だからあの仕事もそうだよねあ<ー>うんもう日本,の日本軍の意味のない仕事 だから真夏なのに水も飲まずに練習させるだとかもう精神論あれ全部あの軍国主義から来てるからね日本人ってまだいまだにその80年前の戦争体制の影響をずーっと引きずってるんだよね他にもいろいろあるんだけどあ<る>まあちょっと本論から連れるからられる戻します、まあ、体育とかもそうよ体育って別にスポーツなのに教育にしてやる逆上がりとかうさぎ跳びで塹を越えるためにするとか。<laughs> あの重曹を受けるためにするとかからなっていまだに体育でしょ、はい、スポーツって言わないじゃんで、ねうん、教育じゃねえんだよスポーツはまあごめんね本当このそれてしまった <laughs>、えー、なえかちょっといろんな衝撃的なことがたくさん <laughs> あって、うん、どういうふうにちょっとお話を持っていこうかなっていうところがちょっとあるんですがでさっき言ったも小高さんの中で政治部がすごい基本強いんだけど、はい、日系だけは違うから日系は経済部の方が圧倒的に強いからね、はい、日本経済新聞だから でも日経は経済記事以外はすごい信用できるって言われてるよ<え>。<laughs> 皆さんいかがでしたか新聞社によって右翼左翼の派閥に分かれるのが興味深いと思った方は高評価を新聞業界が軍国主義による統制であり今も戦時体制の影響を引きずっていると思う方はチャンネル登録をお願いいたします。まず新聞業界の特殊性とその歴史についての洞察です。特に 日本の新聞業界型の国と比較してどのように異なるかが詳細に語られています。例えば、読売新聞が1000万部という驚異的な発行部数を誇っていること、その一因として日本特有の宅配制度があることが強調されました。宅配制度により、新聞が直接家庭に配達される仕組みが発行部数を支え、販売店の収入源としての折り込みチラシの重要性が浮き彫りにされています。さらに、 押し紙問題が議論され、販売店が実際に配らない新聞を押し付けられることで、発行部数が水増しされるという現実が明らかにされました。この問題が訴訟に発展し、厚生取引委員会の介入を受けるまでの経緯が説明され、業界全体の信頼性に疑問が投げかけられています。次に、新聞の軽減税率についての議論も興味深いです。日本では新聞が2%の軽減税率を適用されているが、 これが文化、芸術を保護するための欧米の軽減税率とは性質が異なると指摘されました。特に、全国紙がこの特権を享受していることへの批判が見られ、地方紙だけに適用すべきだとの意見も提示されています。この議論は、新聞業界と政治の関係性を浮き彫りにし、業界の特権とその背後にある力学を考えさせられます。また、新聞の歴史と政治との関わりについても深く掘り下げられました。 読売新聞の創業者たちの背景や、彼らがいかにして業界を牛耳ってきたか、そしてその影響力がどのように形成されてきたかが語られました。特に、正力松太郎やなべつね、渡辺つねを、といった人物がどのようにして読売新聞を一大メディア企業に育て上げたか、その過程で政治的な野心や影響力の行使がどのように行われてきたかが詳細に語られています。新聞業界が単なる情報提供の場ではなく、 複雑な政治的、経済的力学の舞台であることが浮き彫りにされます。新聞が情報を提供するだけでなく、政治的な意図や経済的利益を追求するツールとしても機能していることが明らかになり、メディアリテラシーの重要性が強調されます。提供される情報がどのようにして生成され、どのような背景や意図があるのかを批判的に見つめる必要があると感じました。総じて、日本の新聞業界の現状とその歴史的背景、 特有の問題点について多くの洞察を提供してくれました。新聞の発行部数や配達制度、おしがみ問題、軽減税率、政治との関わりなど、多岐にわたるトピックが詳細に語られることで、新聞業界の複雑な内情が浮き彫りにされます。これにより、新聞というメディアの信頼性やその社会的役割について、より深く考える機会を得ることができました。